なりすばしっこい。多分トラは逃げるつもりだ。それだけはさせないようにしないとな。この通路ではかわせないだろ。こいつ、マスタースパーク。私の魔法を簡単に粉砕しちゃったよ。やっと追いついたんだぜ。すごく強いね。威力もすごいし、魔法量も多い。だろ、これでも私は過去にパチュリーに2度勝ってんだぜ。パチュリー様に。だとすれば必要の魔法にとって何か耐性がある。それか、単純な魔法力が高い。あのパチュリー様以上の魔女、この人か。私から攻めてみるか。金の魔法、メタルソルディーだ。残念、出してねえよ。光の高速。魔法使い同士の戦いで近距離戦なんて美学がないな。お前に魔法使い同士の戦いっていうのものを教えてやるんだぜ。まずい、来る。こいつ、マスタースパーク。痛い。とは思った以上にしっかりしてる。だがそれは魔法使いというより、武術としてだ。魔法使いとしてはまだまだ半人前。戦闘力は高いが高いだけ、恐れるほどの実力じゃない。どうしたから、それなりに実力は持ってるんだろ。ならもっと攻めてこないと。痛い。どうして私が。どうした、もう降参か。まだやるよ。楽しませてよ。せっかく魔法使い友達と会えたんだし。そうだな、どうせ時間はあるんだ。私たちは私たちでゆっくりと。しまった。でもなんだ、どこに NG ワードが。ごめんね、マリサ。私、やることあるから。あなたとの勝負をゆっくり堪能する時間なんてないの。あ、ら、嘘でしょ。なんで全部かわされるの。この人の NG ワードはコミュニケーション。大丈夫、私が喋らない限り負けることはありえない。あなた喋らないということは私の情報を得たということね。それか、私の思考を読むタイプの能力者。この子かなり動揺してるわね。戦い慣れてない、実戦経験がないのね。実戦経験のない子はちょっとした動作にも過敏に反応するから必要以上に疲労する。剣にただ近づいてるだけでもう心臓が大変。対策があろうが関係ないわ。水の魔法、メモリードレイン。当たらないと意味ないけどね。それくらい。しまった、どんどん記憶が抜け落ちていく。私が忘れる前に。私は必要の魔女6人の中で一番戦闘技術が高い。そう簡単には出し抜かせないわよ。そのまま私の情報は忘れてもらうぞ。大丈夫、戦闘力は私が上。このまま記憶を奪って恩恵と魔法、近接攻撃を加えれば勝てない相手じゃない。反撃させてもらうわよ。吹っ飛べ。なんだその力。最初から最後まで喋ってくれないのね。あれ、今の力、懐かしい。いや違う、あれは本来の私の力。でもなんで自分の力なのに自分自身が分かってないの。まさか、私、いや幻想郷にいる私たち全員、誰かの手によって改ざんされてる。とりあえず狼藉一人は確保した。広間に連れて行かないと。私の恩恵が、なんで、決断しないなんてありえない。簡単でしょ。恩恵って人に対して抱いた行動とか感情でしょ。なら、私の無意識はそれをくぐり抜ける。だから私はその恩恵は受けない。それにこの恩恵、たまたま気づいたけど、抜け道あるよね。まただ、いつの間に私の背後に。僕の魔法、エナジーブレイク。これで。確か恩恵は決断だったよね。この恩恵の抜け道はあなたに対して、もしくはあなたに関係する何かで決断した時に発動する。もしこの考えが合っていれば、私はさっきから壁とかドアに対してしか決断してないから、あなたに対してじゃないんだよ。私はただ壁に光線を打っただけ。その過程の決断の中にあなたはいないわ。それが恩恵の抜け道。視野に入らなかったらもう発動の可能性は微塵もなくなる。お、恩恵がなくてもは、私は、戦えるもん。これで私を見るしかできない。さあ、決断してみろ。誰も私を無視させない。誰も私を否定させない。誰も私を拒ませない。あなたが最後まで私を無視し続けるなんて絶対にさせるもんか。絶対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 に。このままさせろー。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。やったか。なるほど、なるほど。ここの壁の材質はなかなかのものだね。
で。無意識のどんならオブジェクト。無作為で意味がありそうな形だけ取って、何の意味もない形を作る。意味が、わからない。簡単に言うと、意味のない形をあなたは私と勘違いしていた。それだけだよ。それこそ、無意識にね。ふざけ、これはもののフィロソフィー。私の能力は、今日は、この前から来る攻撃の衝撃と後ろから受ける衝撃を調和すれば、ダメージを軽減することができる。でもミスするとその誤差分ダメージを受ける。でもまともに食らうよりかはマシ。今日は、失敗した。そもそもこんな狭い部屋と距離で調和の調整なんて無理だよ。さて、確か封印石を回収したらいいんだよね。あれ、封印石なんて、ないよ。うん、傷は治したよ。後遺症もないし、問題もなし。ありがとう。でも、本当にないの？うん、この人は封印石を持っていない。心を除いて私も驚いたけど。この人たち、封印石をおそらく誰かに渡した後、誰に渡したかまでの記憶を自ら消してる。ということは今は封印石はまとめて誰かが持ってて、しかも誰が持っているかはこの人たちですらわからないってこと。困ったね、本当は封印石を一個でもこっち側に持っておきたかったんだけど。相手もバカじゃない、リスクはあるけど、目的を達成できる可能性はかなり上がる。ねえねえ、この人の傷を治してもらえるかな。その子も魔女？うん、倒したまではいいんだけど、封印石は見つからなくて。私と小石の相手は外れ、残り4人の中に封印石を持っている魔女がいる。そういえばマリサはまだ帰ってきてないんだね。探しに行きましょうか、他の魔女を見つけないとだし。私は連れてきた魔女たちの傷を癒すから倒したらすぐに連れてきてね。わかったわ、任せてちょうだい。あなたたち、人の船の中で何暴れてるの？あれほど暴れるなと言ったはずよ。通路に部屋に光線でボロボロにして。悟り、小石、マリサ、直すまでこの場から出れると思わないことね。うわぁ。あれは逃げれそうにもないわね。すごい、こんな光景現実世界では絶対に見れないわねー。本当、こんな理由でじゃなく、旅行としてここに来たかったわ。まあ、もう無理なんだろうけどね。テラールちゃんとペンクちゃんの気配が一気に弱くなった、おそらくやられた。でもパラちゃんが逃げ切れたのは良かった。全員がやられたらどうしようもないから。ここは一般人に紛れて身を隠さないと。二人とも、最悪死んじゃったのかな？こんなこと、やらなければよかった。本来あなたもこんな目的がなければ平和に過ごしたい人なのよね。この人は。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。